愛チャンネルの大野愛です。お願いします。今日のテーマはですね、今すごく話題になっている香水ですね。こちらを女性目線でカバーして書いてみました。なんで今回書かせていただこうと思ったかと申しますと、ある芸人さんもカバーされてたんですけど、そこでドルガバの香水をこうつける女性、僕はタイプじゃないなっておっしゃってたんですけど、私はこのドルガバの香水はその女性がこう好みでしてたのではなくて、男性が好きな香りに自分が染まりたくて、このドルガバが似合う素敵な男性だったのかなと思っていて、でその男性が好きな香りを自分の中でいろいろ探して、でたどり着いたのがドルガバでいつもつけてたんじゃないかなっていう女性心を感じたので、その芸人さんにアンサーしたくて、今回歌詞と歌と編集の動画ね、は周りの友人の話を何人かの混ぜて作ってみました。最後のところが特に女性心を表してるんじゃないかなって思います。はい、男性は最初がピークでどんどん下がるっていう格言とかも多いんですけど、女性って相手の嫌いなところも含めてどんどん好きになってこう登っていく生き物みたいで、もうね、交わらないっていうところが人間らしいなと思うんですけど、ちょっとでもいいなって思っていただける方が一人でも多くいて、なんか共感して勇気づけられるっていう方がいたら嬉しいなって思っています。いろんなお友達に聞いて、今回このタイミングで音楽動画上げたものが特に歌とか上手って思うんだけど、なのですぐ聞いた方がいると思うんです。すみません。私の中で目標が前共演させていただきたい方っていうお話もさせていただいたんですけど、それ以外にも本当の目的、私が今この活動している目的が、少しでも早くチャンネル登録数が増えて再生回数が伸び、公式 YouTuber っていうんですね、公式マークもつけてもらえるチェック、 Instagram も Twitter も公式になるぐらいこう有名になっていくことができたら、まあ私が YouTuber だけではなくて所属している会社があるので、その会社の専属 YouTuber として少しでも会社の役に立ちたいっていうところが根底にはあるんですね。有名じゃない YouTuber が会社の役に立ちたいって言っても力にならないですし、こうむしろ迷惑。で今は非公開でやっているんですけど、世間に認めていただけたら、ちょっとでも早く素敵な会社に属しているって自信を持っているので、会社の風土、社風とか新しく入られる方も素敵な人ばかりで、いや会社あるんだなと思ってるので、そこにもね書いたんですけど、もう本人も書くぐらい本当に思ってます。で私は会社のことが大好きなので、なのでお世話になった会社にこう役に立ちたいなって思って、自分できることをいろいろ考えたんですけど、頭が良くないのでできることも限られていて、それでこう今までの私がしていたお仕事で活かせるところっていうところが YouTube のお仕事に近いものもあったので、なので私にできることで有名になって、ね、会社とシナジーに進めていただけて、その会社のサービスが皆さんのお役に立てることがたくさんあるので、お伝えができればと思うんですけど、今も公開したいぐらい魅力的なサービスを展開しているって自信を持ってお伝えできるんですけど、今お伝えしてしまうと会社に迷惑がかかってしまうといけないので、何かあったら自己責任、退職の覚悟で今活
ートを始めたところで、気になる方もいると思うんですけど、副業なの、はい、っていうところが、会社は、ね、顔も出してるので大丈夫なの、はい、っていうところがあると思うんですけれど、社長にお話しさせていただいて、今は社長公認の YouTuber で、会社公認になりたいっていうところなので、知ってる人はほとんどいません。ぜひ興味持っていただきたい。なので、今回このタイミングで音楽を載せたのは、香水のカバーが今ブームになっているところにファンの方が増えていただければって思いで、今のタイミングで上げたので、上手じゃないのになんで音楽上げたんだろうって思ったと思うので、申し訳ない思いで謝罪の意味も込めた解説と共感してもらえたら嬉しい。で、今回も音楽系なのでカジュアルな音楽聞いたんですけど、これ話題にこうでいましたね。米津玄師さんとユニクロさんがこうコラボされた T シャツで、バッグもすごく可愛いんですよ。見えるかな？見てますね。一つしか買えなかったんですけど、この柄が欲しかったので大切に使いたいと思います。今回のですね、香水の動画の解説、男性も女性心の参考にしていただきたいです。そういう女性の考え方多いんじゃないかなって思うので、本当はまだ思っていたとしても心に秘めてる女性っているのかなって思うので、ダメだろうって諦めてる方がいたら、諦めたら人生そこで終了。スラムダンクの名言もありますよね。初めて音楽の動画を作ってみたので、この作り方もまた上げていけたらなと思います。ポイントは一番低予算でっていうところは変わらずで、ね、iPhone だけで音楽動画全部完結させてます。本日も貴重なお時間をいただきまして、ご視聴本当にありがとうございます。いいなって思っていただけた方は、グッドボタンと、あとチャンネル登録もぜひお願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますので、こちらもコツコツ上げてるので、まずはぜひご登録お願いいたします。はい、ではまた次回の動画でお会いできるの楽しみにしています。